秋田青年師範学校は、1944年に、設立された青年師範学校である。秋田県立実業補修学校教員養成所長、足立刑事山口岩尾太郎秋田、県立青年学校教員養成所長、山口岩尾太郎伊藤久松稲内誠治高橋、昇子泉松五郎秋田青年師範学校長、中島葛蔵、瀬戸金次野口幸喜前身の、 秋田県立青年学校教員養成所から引き継いだ川辺国四つ小屋村小味のコーチを使用した。四つ小屋コーチは更新の秋田大学学芸学部に引き継がれ、1990年3月まで四つ小屋農場として使用された。ありがとうございます。